2月25日朝7時半の東京駅から出発いたします。出雲へ向けて出発です。考えるカエルくんの公演でございます。岡山に着きまして電車に乗り換えますと、なんとアンパンマン電車が並走しておりました。2018年に乗ったことがありました。そしてなんと雪、本当に東北なんじゃないかと思うぐらい雪がいっぱい積もっていて、みんな盛り上がっておりました。そして宍道湖がございます。この宍道湖綺麗でした。とっても綺麗な景色見ながら電車に乗ることができました。あ、そういえばしじみが有名でしたね。出雲駅に到着しまして、いざ開館へ参ります。さあやってまいりました。考えるカエルくん搬入グランプリスタートです。これだけの物量、一体何分で搬入し終えることができるんでしょうか。さあ、のっけから台車が引っかかっております。だいぶタイムロスしておりますね。本来ですと、四ツ谷階段ですとか、ああいった大型の班になりますと、まあ、30分では行きません。やはり40分から1時間、こういった時間がかかるんですけれども、さあ、これだけ40分近い時間を皆さんと一緒にこうやってリアルタイムで見ることになるんでしょうか。さあ、皆さんいなくなってしまいました。そうなんです。この班には、なんと5人しかおりませんでした。あ、私が戻ってまいりました。またトラックの上に物がありましたね。また。会館の中に入っていきます。さあ、会館の前のスロープをセットし直して、まだ出てくる荷物を持っていき、すでに50秒が経過しようとしております。さあ、ここでトラックカーゴが出てまいりました。今この上に乗っているのが、考える回復のセットの、まあ、メインパーツとなる部分でございます。木の箱でございます。それがだんだん降りてきて、私走って戻ってきた。さあ、このカーゴをゆっくりと下ろし、大丈夫か、意外と重いぞ。あ、大丈夫そうですね。なんとか降りて、さあスロープちゃんと乗ることができるか。ちょっと狭いんですこれ実は。ですけれども、なんとか乗せることができた。なんとぴったりサイズでした。さあ、メインパーツを搬入し終え、そしてまた誰もいなくなってしまいました。トラックの中を確認してみると、何、終わり、終わりました。1年ぶりぐらいのカエルですけど、手応えは？前回はみんなで作るところから始めたんですけど、今回は前回作ったものをさらに進化させられるようにみんなでやってきたと思うので、明日見てもらうのが楽しみです。今日みんなで合わせたりいろいろと準備してて、すごい素敵なホールでお子様たちが入って見てくれると思うととてもワクワクします。今回劇団の人たちにこう見てもらうのも、まあ、一応コロナの感染対策のためにオールリモートということで、みんな画面越しだったから反応とかも直接聞くことができなかったから不安ですよね。でもやっと本番できるってちょっと嬉しいですよね。本当いろんなものが中心になりましたよね。おさらい会に、新年朗読会に、その中でやっぱりできるってありがたいですよね。ありがたい。早くいろんなとこの子供たちに見ていただきたいです。はい。何笑ってるんですか？6時25分に家を出ました。4時半に起きたので、もうテンションマックス、ハイテンション。ちなみにここどこですか？出雲でございます。出雲大社が近いんだよね。行きたいんです。行ったことないんです、松川。なので明日も4時半にまた起きて出雲大社行ってからカエルくん頑張ろうかなと思ってます。じゃあ本当に行けたら、寝坊しなかったら、この後に写真を挿入しますので、はい、行けたかどうか、行けたかどうかお楽しみに。何も挿入されなかったら寝坊したと思ってください、はい。出雲演劇鑑賞会様よりお蕎麦をいただきました。ありがとうございます。おー、すげー、すげー、すげー、こんなに。おつゆをかけていただきます。一人三つですね。結構お腹いっぱいになりました。とっても美味しかったです。ありがとうございます。お蕎麦ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
出雲よこしの際は千鳥そばへ。開演10分前です。ワンステ目はどうでした？結構盛り上がってましたね。盛り上がりましたね。いろいろ真似してくれたりとか。ワンステ目見てどうでした？やっぱり子供たちがいると違いますね。やっぱ芝居変わるよね、うん、変わっちゃいけないんだろうけど、やっぱ変わるよね。いい意味でね、はい、ワンステ目終えての感想と意気込みを。頑張ります。バイバイ。関西人ボキャブラリーやりませんでした。お疲れ様でした。お疲れ様です。やっとね、出雲終わりましたね。終わりました。よかったー。よかったよー。楽しかったね。喜んでもらいましたよ。子供たちだってね、途中もうこんなして見てることもある。結構ね、立ってみたりね。座っててつってたね。ずーっとこうやって立ったわ。見てる子いた。見たの。心どこってやった時に。違うよ。ここかな。違うよ。違うよ。そこじゃないよ。すごい一生懸命見てくれました。はね、7時間の電車移動でしたけど、はい、帰りはね、はい、運よく飛行機で、飛行機だから、今から飛行機に乗って帰ります。1年ぶりの再演でしたけど、また来年一応決まってはいるので、またそれに向けて、今回の課題を克服しつつ来年に向けて頑張りますが、まあ、ぜひですね、これご覧の皆さん、あのぜひ自分たちのとこでもやりたいなと思っていただけたら、お気軽にご相談ください。すぐにお伺いいたします、ね、もうちっちゃい子からもうその父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんまで3世代で見れるような楽しんでいただけるような作品でございますので、ご検討のほどよろしくお願いいたします。いつも縁結び高校から、これでカエルファンお別れしたいと思います、はい、また次回のすごもりチャンネルご覧いただきますよろしくお願いいたしま す, お願いします。皆さんさようなら。さようなら。バイバーイ。さようなら。